にちは、白井ミュージックの白井としみつです。ということで今回ご紹介するのはこちら、パールのですね C53SL という品番の、シンバルスタンドです。こちらですね、先ほどはこの20インチのジルジャン、クラッシュオブドームっていうあのオブドゥーム、まあね、自前のやつなんですけど、かなり使ってるんですけど、もう思いっきり21インチのやつガンガン叩いても、揺れますけど、あのまあ、倒れたりとかしないぐらいの、強さを持っている、フラットベースの、ね、シンバルスタンドなんですけれども、フラットベース、通常だとね、こうシンバルスタンドってこうなって、これこっちのこの上に来てるやつがこっちに来て、まあ、普通のシンバルスタンド見てもらうと分かるんですけど、そうなってるんですが、これはねこういう形で、これで床にね行くというフラットな形になる、足ですね。で、まあ高さ的にはですね、基本的にあのカホン演奏しててこうスプラッシュとか叩きやすいような高さっていうのを一番低く、した時に、なるようにしてあります。だいたいこれ高さですね、このパイプ、このパイプ下のパイプで20インチぐらいっていう感じですね。で、この、角度調整用のネジですね、このネジがですね、なんと、初期ロットだとちょっとあの逆についてる時があるんで、一応店で出荷するときに僕らも気をつけてるんですけど、あの逆になってないかどうかちょっと確認してください。あの右が普通です。で、このシンバルスタンド、実はあのパールの商品企画の、方がですね、白井ミュージックに来てくださったときにちょっと話をしていて、商品化に至ったという経緯があります。もともとはですね、僕がこういうのを作ってたんですよ。ぴょんね、これですね、一番下、これはカノープスのフラット、ベーススネアスタンドの足です。それにタマの、シングルレッグの、HC32S かの、真ん中2つですね。で、これが、クローズドハイハットアタッチメントの、上のところですね。これをですね、しかもあのこの上のシャフトのここのところも自分で切ったりとかしてですね、そんな感じで使っていたんですけれども、あのクローズドハイハットスタンドってこう普通はまああのクローズドハイハットアタッチメントが普通じゃないですか。これはあのスタンドにすることで、あのまあスタジオとかに持っていた時にあのアタッチメントだとちょっと一定のこうシンバルスタンドが何だか分かんないんでちょっとあの不安なんで、まあこういうスタンドになってればいいなと思って、であとフロアタムにこう近づけたい、右手にこう持ってきた時にですね、割とフロアタムとかライドシンバルの入り組んでるところにポンと置きたいっていうのがあって、それでフラットベースがいいなということで、こういう形にしたんですけれども、まああのいろんなパーツ書きが詰めているので、価格がお高いとで、今回ですね、こちら出ていただいたおかげで、まあ、先ほどみたいに普通にシンバルスタンドとして使うというのが1点、そしてカホンとかですね、パーカッション用のハンドスプラッシュのスタンドにするというのが1点、そしてもう1つ、今回はですね、この元ネタを知っている僕だからできるあの裏技を教えます。ダダダダ、まずですね、これ、外しますね。で、ここ、平らです。ね、このシャフトの付け根ですね。ここにまずこのフェルトを1個入れます。で、個人的にはちょっと16インチがいいかなと思う、16インチのシンバル、クラッシュシンバルをスタンドに載せます。言えるようにですね、はい、これであの一番底のところにフェルトが乗って、でシンバルが乗りました。でその上にですね、個人的にはこういう穴開きのシンバルが、いいなと思うんですけれども、これジルジャンの ZHT の EFX の16インチですね。これを乗っけます。ね。そうしたら、ここにちょっとネジが出てますね。まあ、フェルトを、もうこういうのばっかりにしか使わない人は、これ半分に切ったりとか、カッターで。もういいんですけれども、まあ今回はですね、割とシンパトってこう柔らかい素材の、シンバルワッシャーがあるんで、それに、それを乗せまして、こういうふうに締めます。すると、はい、16インチのクローズドハイハットスタンドができるわけですね。はい、こういうのはね、あの求めていた人絶対いるんですよ。で、これ外しますね。で次に
まあ、あの16インチこうだし、14インチはもう割とあのスムースにこうなります。で、先ほど僕の先ほどの僕の、スタンドで使っていた10インチのシンバルですね。これになるとこうやってやるとあのまあできるか、よいしょ、こうやって一応セッティング自体は一応可能なんですけど、ちょっと締まりきらない感があるので、あとここ長いのはちょっとあのイラッとするので、よいしょ、下のこうフェルトを1個増やします、ね、でフェルト2個の上でこうやってやると割と使いやすい感じでね、止まります、ね、はい、こういう感じでですね、あのクローズドハイハットスタンドとして使うこともできると。でもう一つ、まあ8ミリ穴の、練習パッド、あのトレーニングパッドとかありますよね。でトレーニングパッドの小さいやつとかこの下に8ミリ穴が置いてあったりして、それにですね、これをネジをこう反対にするわけですよ。でパッドをこう軽く入れつけて、軽くね、でその反対側からこいつ締めるとあのしっかりと締まります。そうするとこの高さ的にですね、立走用の練習パッドスタンドになると、そういう使い方もあったりとかですね、あの元々はこのパーツあの練習パッド用のスタンドをいろいろ組んで作っているので、まあできるに決まってるんですね、そういうことがね、あのという形で、まあすごいですよね。あの実はこれ話してから、ものすごい速いスピードでできたのでびっくりしたんですけど、おパワルさんこういうスピード感で商品できるんだみたいな、はい、そういう感じで、出来上がったシンバルスタンドです。まあ軽量な、ね、シンバルスタンドとして、まあ、3本とか使ってね、普通の、ライブで使ってもいいですし、カホンとかね、パーカッションの、シンバルスタンドとして使ってもいいですし、そして、僕みたいなあの使い方ですね、これちょっとニーズ小さいかなとかも思いつつ、割とあの16インチの割れシンバルっていうの中にたくさんあると思うんで、それ重ねたらすごいかっこいいと思うので、クローズドハイハットの代わりにちょっとこれ採用するのもありかなと、思います。ということで、今回ご紹介したのは、パールの、シンバルスタンドですね、C の 53SL というシンバルスタンドのご紹介でした。白井ミュージックの白井としみつでした。